改めまして皆様おはようございます。ただいまご紹介をいただきましたの文部科学省の審議官をしております白間と申します。今日はお忙しい中本当に文字通り全国からこのようにお集まりいただきましてまずもってありがとうございます。厚く御礼申し上げます。それから先生方におかれましては日頃よりそれぞれの地域学校で外国語教育の推進の先頭に立ってご尽力をいただいているということに対しましてもこの場をお借りしまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。本日の説明会の開会にあたりまして一言だけご挨拶させていただきます。今年の3月31日新しい学習指導要領を公示をさせていただきました。その後私どもそれぞれの地域にお伺いをしてその趣旨狙いまた内容等についても直接ご説明をする説明会もこの7月以降開催をさせていただいてきております。そういった状況も先生方の耳にも届いているかなというふうには思います。またこの学習指導要領への移行期間中のその教育課程の取り扱い移行措置についてもこの4月にはお示しをさせていただきました。またその上でこの今回の学習指導要領の大きなポイントの一つでございますこの小学校の外国語教育この早期化強化化ということについてはこれに加えまして私どもとしても大きく3つの対応をしていかなければいけないと思って取り組んでおります。一つはこの新教材そして研修用のこういった資料これを開発をして整備をするそして皆様にお届けするということが一つ。それからこういった新しい内容に対応しました先生方の研修や採用要請この一体的な改革というのも必要だと思っております。また当然これを実施していただく上で学校現場での体制整備ということで専科教員の充実などまた外部人材の活用も含めまして指導体制をどう充実するかというこれも大きく3つについて私ども実際に今取り組んでおりますしこういった形で現場の先生方を支援をさせていただきたいと思っているところでございます。一つ目に申しましたこの新教材につきまして本日このお示しをするわけでございますけれどもこれについては児童用の冊子のみならず教室用のデジタル教材また先生方の指導書それに加えまして年間の指導計画例ですとかまた学習指導の案こういったことについても若干細かい先生方の指導案までお作りするということについて私どももいろいろ考えましたけれどもやはり現場でスムーズにお取り組みに移っていただくにはこういったこともお示しして参考にしていただくのがいいのかなということでいわばそのパッケージとして私どもこの教材を開発させていただいてできたものから順次情報を提供させていただくということで取り組んでいるところでございます。中でもその研修ガイドブックですとかあるいは発音トレーニング等の音声データ等についてはもうすでにホームページまた YouTube でアップさせていただいております。これも聞き及んでおりますとこれによりますとすでにお使いいただいているというようなことも耳にしているところでございます。こういったことも全体含めまして来年度からの移行措置に向けて私ども必要な取り組みをしていきたいと思っているわけでございます。さてその中で本日は小学校の高学年用のウィキャンの内容それからこれも私ども指導要領全般についてもそうですけれどもできるだけその資料でお示しするだけではなくて実際にこういう形で活用いただきたいとかあるいはこういったことも考えられるんじゃないでしょうかと別に押し付けという意味ではなくてこういったことも実際にこういう形で使っていただくということもあり得るんじゃないでしょうかということで例えばデモンストレーションも今日させていただきます。こういったことも通じまして短い時間でございますけれどもできるだけ分かりやすくご説明をさせていただきたいと思っています。そして本日お集まりの先生方におかれましてはこれをそれぞれの地域にぜひお持ち帰りをいただいてまた各学校等へのご指導にお役立ていただきたいとそして何より私どもその日本の2万の小学校での先生方にその不安を少しでも解消していただくということにつなげたいという思いでございますのでぜひその点もご理解いただきましてご尽力ご協力を賜ればというふうに思っているところでございます。もちろんこれにとどまらず私どもその新しい学習指導要領の周知支援のために
文部科学省としては最大限できることをこれからもしていきたいと思っておりますので、またそういった意味では現場の声などもお届けいただければありがたいというふうに思います。終わりになりますけれども、本日のこの説明会、身寄りになるものにしていただきますようお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。今日は短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。